はい、どうも、ジョジョです。前回アルペン東京さん来た時にこちらの動画を出しまして、水のプロの片付けの違いみたいなが結構好評ということで、ちょうどさっきもお客さんがそれをはめて片付けを選んでたんですよね。で、そのコーナーがまた増えたということで、今日はこちらの水野の外野手用イチローさん型で、まあ、そのイチロー選手の形がベースのグローブって結構水野の既製品でも多いんですけど、まあ、これは別にイチロー選手だけではなく、水野のグローブってその手入れ部が、まあ、既製品をはめたことがある人多いと思うんですけど、めっちゃ狭いかっていうとそうではないんですよね。まあ普通くらいかなっていう、めっちゃこう入った時にめっちゃビタッとしてるなって感じじゃないと思うんですよ。狭い感じじゃないと思うんですけど、 S サイズの選手とか、あとまあ女子選手とか手がちっちゃい人たちはちょっと緩いって感覚が水野の場合ある人いるかもしれないですよね。で、ちょっと今日紹介するのが、こんにちは。あ、どうもどうも。アルペン東京初っすか？そうです。どうっすか？マニアックなメーカーが置いてあるんで。はいはい、マニアックなメーカー。ちょっと、ただが誠です。誠グローブなるっすね。ちょっとゆっくりしててください。はいはい、どうぞ。終わり？はい、終わりです。こちらのコーナーですね。これ見てください。前回紹介したのがここの5つ型の違いを紹介したんですけど、こちらがその店頭片付けではあるんですけど、一つ違うポイントがありましてですね、イチロー選手の5本入れなんですけど、これが片付けサンプルなんですけど、手袋サイズを水野選べて23、自分がいつも24か5なんですよね。なんで、まあ、S とかに当たるサイズをオーダーした場合、この手入れ部が1個前にはめたさっきのグローブと違くて、この辺が少しこう圧迫されるというか、指全体がこうピタッとしてる感じがあるんですよ。なので自分水野何回かオーダーしてますけど、23っていうサイズにするの結構ありかなと思いました。グローブって緩いものをきつくすることはできないんですよ。まあ薬指リングを後付けしたりとか守備手をしたりとかはまあ対応できるんですけど、狭いものは使っていったら手に馴染んでくるんですよね。で、これがその23なので狭めです。となってくると、この動かした時にやっぱりここがこう一緒に動くんで重く感じないです。で、これが5本入れの片付けなんですけど、こっちが小指、これも同じく23センチ、ここがもうこういう感じですごく手の中がフィットしてるんで、こう動いた時、まあ外野手こう動いた時にかなりフィット感を感じますね。これはあの既製品にはないと思います、このフィット感で。っていうのが、そのオーダーする際の、もちろん片付けサンプルでもあるんですけど、その23センチっていうのも結構次から自分ありかなと思いました。24ですけど、いつも使ってるのが23でお願いするのめっちゃありかなって思いますね。チェックしてみてください。手入れ部をちっちゃくしたモデルをオーダーするってこと？そう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 。そんなことができるんだ。多分手袋サイズを選ぶんですよ。イチロー選手の隣にですね、なんとこちらヌートバー選手モデルが入ってました。自分初めて見ましたね。で、オーダーなんですけど、ヌートバー選手はWBC の時はウィルソンを使ってたんですけど、今年水野を使ってます。今年というか今シーズン。形は、あ、でも今さっき23はめましたけど、やっぱ今はめたらこの指の中ってちょっとやっぱさっきの23と比べてしまうと緩いですね。手が大きい人は全然いいと思うんですけど、ポケット深め型 18N なんで、まあ、サイズは水野のマックス一番大きいサイズでイチロー選手と一緒なんですけど、顔的には正直ウィルソンのあの時使ってた WBC で使ってた皆さんのあのセンター前のやつをもぎ取った時の形、こういう形とは少し違うかもしれませんね。でも今これ今年使ってるということで、ヌートバー選手のファンたちはぜひチェックしてみてください。公式オーダー店舗別注でもついてるんで分かりやすいですよ。こういう誰々モデルみたいなやつがなかなかえぐいのがありました。坂本選手モデルの10ミリ対坂本選手、サードになってからよりグラブを大きくしているんですけど、今は HF を使ってますけど、これが9からの10ミリアップ。本体カラーがブラックですね。ブラックに焦げ茶系ですね。自分いつも片付けとかするときに言ってるように、ワンピースは少し小さく感じるっていうのがあるんで、なんかサイズ10ミリアップ感はあんまないかもしれないです。別のがいいですね。これなんかあんまりでかく感じないんで、ちょっと全く一緒のがなかったんで、栗原選手とか佐藤輝明選手が使ってるモデルですね。まあ
5ミリアップ、10ミリアップがあるんで、まあ、その辺本当に一点もの、今みたいに一点ものになっちゃうんですけど、そういうのもありますんで、その坂本選手からアップ、ダウンもぜひチェックしてみてください。まあ、基本サイズ9なんで、そこからの坂本選手の中での選び方っていうのもできます。かなりでかいです、正直。もう小型の外野ぐらいでかいですけど、まあ体が大きいサードの、プロ野球選手のサードは全然ありかもしれないですね。前回来た時に個体差っていうのを話をしたんですけど、やっぱりその水野の別注の中、既製品の中でもフィットしてるのもありますね。今これちょっと何個かはめてたら、あ、これちょっとさっきの23に近いなっていうのもあるんで、本当に人間が作るもんなんで、この坂本選手モデル、まあ、普通のサイズ9ですけど、これは結構中がフィットしてます。うん、逆に多分めっちゃ緩いのもあるんで、まあ手のサイズに合わせてやっぱはめて買うのが、まあ、そうですね、7万とかするんで大事かなと思います。これはちょっと狭く感じました。だから自分結構ピタッとしてますね、これに関しては。いや、ちょっとこっちはメインではあんま曲がれなかったんですけど、 Z の量もえぐいですね。ブロンドキャメル系がめっちゃ入っててと思ったんですけど、そうでもなかったです。普通に黒もめっちゃありますね。 Z はそんなにその既製品で並ぶ型番が多くないんで、人気の型だと思うんですけど、絞られて売ってると思うんですけど、もうこれだけ数があるんで、さっき言った個体差チェックしてみてください。めっちゃ1個のメーカーでこんなにあるのは普通ないっすね。で、こっちローリング、スー・ウィルソン、アシックスはもう多分あとそんなにもう販売される量が多くはないと思うんで、来年の末ぐらいらしいんで、はい、チェックです。おう、武藤さん渋いな。あなたのグラブに潤いは足りてるだろうか。かさついて悲しい顔してないだろうか。そんなグラブに潤いを与える保湿特化のグラブオイル、ゴリラスポーツグラブの守護神クローザー、好評発売中。吹きかけた瞬間、その皮は笑顔に変わる。そして今月のプレゼント企画は GS の人気オイルクローザーの小大2本セットを1名様にプレゼントします。使ったことある人もない人もぜひぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。ガチリオにつかみ方が売りたい、2年後に独立なんて難しい、ただ作用で帰りを待ち続けるイブちゃんのために、もう逃げ道なんてないぜ。ノーノーよっしゃ。